ファーラップは、オセアニアの歴史的競争馬。ニュージーランドで生まれ、オーストラリアで活躍したが、アメリカ合衆国への遠征中に休止した。何者かに毒殺されたと言われている。ニックネームは、ザレッド・テーラー、脅威のレーシングマシーンなど。ファーラップは1926年10月4日、ニュージーランド南東の馬産地ティマルの牧場で生まれた。ファーラップは、大きな体格の持ち主で、 その大きさは一切にして、およそ17.1一ハンドであった。1927年に、ニュージーランドの首都ウェリントンにある、トレンサム競馬場で行われたセリー市に上場され、オーストラリアの調教師 HT テルフォードの代理人によって1 6ニーで落札された。テルフォード自身には十分な視力がなく、実業家の JD ・デイビスの協力を取り付けての落札であったが、 落札後オーストラリアへ輸送されてきたファーラップをデイビスは気に入らず約束を保護にしようとした。テルフォードが説得した結果、デイビスは3年間ファーラップの予託料を支払わない。その代わりその間はテルフォードに無償で対応し、獲得した賞金の3分の2はテルフォードのものになるという条件をつけてファーラップの買い取りに合意した。テルフォードの旧車で調教を始めた。 ファーラップは間もなく去勢された。オーストラリアでは8月がシーズンの開始、終了に当たるため、そのことを踏まえて不死を構成する。1928、1929年、1929年2月、ファーラップはローズヒル競馬場で行われたレースに出走したが、着外に敗れた。その後参戦したが、いずれも着外に終わり、4月下旬に5戦目で初勝利を挙げた。 テルフォードは初勝利を大いに喜び、オーストラリアンダービーにも勝てると発言した。この後ファーラップは休養に入り、参戦一勝で1928、1929年のシーズンを終えた。1929、1930年ファーラップは8月に復帰した。復帰後の参戦はいずれも着外であったが4戦目の。 ワーウィックステイクスで一流のコバを相手に4着に検討し、それを境にファーラップの競争成績は急激に上昇した。ファーラップは9月にローズヒルギニーを勝利して2勝目を挙げると、翌10月5日にはかつてデルフォードが勝利を宣言したオーストラリアンダービーをレコードタイムを記録して優勝。さらに11月にはビクトリアダービーもレコードタイムで優勝したのである。 シドニー役3冠のうち2冠と2つのダービーを制したことを受け、陣営はオーストラリアで最も人気の高いレースであるメルボルンカップへの出走を決めた。このレースでファーラップに課された金量は47.2キロと軽く、一番人気に支持されたが3着に敗れた。1930年に入り2月のセントジョージステークスで3着に敗れた後、 ファーラップは3月の初めから5月半ばにかけて9連勝を飾った。前年のメルボルンカップで敗れた際には、同レースの距離が3200メートルであったことから、スタミナが足りないと評する者も,もいたが3600メートルの AJC プレートでは、メルボルンカップ優勝馬のナイトマーチに10馬身の喫茶をつけて、勝利を収め、評価を改めさせた。赤毛の恐怖という呼び名は、 この時期につけられたものである。1930、1931年、1930年のメルボルンカップにて9連勝達成後休養を取ったファーラップは8月に復帰した。復帰初戦は2着に敗れたが、その後9月半ばから翌1931年3月の初めにかけて14連勝した。メルボルンカップを三日後に控えた九百三十年十一月一日には、 何者かがファーラップを狙撃する事件が発生したが、これはメルボルンカップに関する賭けで、ファーラップが圧倒的な人気を集めていたため、配当金を支払いたくないブックメーカーが、同馬の出走取り消しを目論んで起こしたのだと噂された。犯人は捕まっておらず、ブックメーカーではなく、新聞記者がスクープ欲しさにやったのだという噂も立った。 ファーラップの連勝は1931年3月7日の CM ロイドステークスで2着に敗れたことで途切れたが、レース前にファーラップの担当休務員は、同馬の体調が優れないと、テリフォードに進言していた。敗戦後テリフォードは出走させたことを悔やみ、ファーラップに休養を取らせることを決めた。なお、この14連勝は、当時のオーストラリア競馬の連勝記録であり、 長年の間更新されなかったが、2011年10月22日に、ブラックキャビアが15連勝を記録し、80年7ヶ月ぶりに更新された。なお、1930年春には前述したデイビスとテルフォードとの間で結ばれた契約の期間が満了した。両者は今後のファーラップの所有について協議し、新たにテルフォードがデイビスに4000ポンドを支払い2人で、 共有する契約を結んだ。1931、1932年休養を取ったファーラップは8月下旬に復帰した。ファーラップは過去2年とは異なり復帰初戦を勝利し、10月末にかけて8連勝した。11月3日には連覇をかけてメルボルンカップに出走したが、体調が思わしくなかった上に68.1キロの金量を課せられたことが響き。 発着に敗れた。メルボルンカップ出走後、デイビスは、メキシコのアグアカリエンテ競馬場で行われる、当時世界最高額となる5万ドルの一着賞金が、かかったアグアカリエンテハンデキャップへの招待を受託し、ファーラップを同国へ遠征させると発表した。テルフォードは乗り気ではなく、遠征に同行しないことにした。1932年1月に、オーストラリアを出発した。 ファーラップは急激な気候の変化に苦しみながらも3月20日にアグアカリエンテハンデキャップに出走しコースレコードを記録して優勝した。独殺アグアカリエンテハンデ優勝後、デイビスはファーラップにアメリカ各地を転戦する計画を立て、その前にカリフォルニア州の牧場でしばらく休養を取らせることにした。しかし4月5日、牧場内で 激しい戦痛と高熱に苦しむ姿が、調教師によって発見され、数時間後に死亡した。アメリカ政府は死因を戦痛と発表したが、検死の結果ヒ素が検出され、意図、腸から出血していることが判明すると、何者かによって故意に毒殺されたという噂が流れた。オーストラリア国民の間で強烈な反米感情が巻き起こり、両国間に、 深刻な感情的圧力を残すこととなった。ファーラップの詳細な死因は長らく不明であり、毒殺説の他ヒ素を含有する農薬を誤飲したことで戦痛を引き起こしたという説などがあったが、2006年10月、オーストラリアの研究機関がシンクロトロンによる解析を行った結果、ファーラップの毛髪から致死量を超える量のヒ素が検出され、 基礎による毒殺であったとする説が有力となった。ただし、何者が、どのような理由から、ファーラップに基礎を投与したかについては未だに不明である。ファーラップの心臓死後、ファーラップの遺体はオーストラリアへ送り返され、骨格はニュージーランドの国際美術館、心臓はオーストラリアの首都キャンベラの解剖学研究所に寄贈された。オーストラリアでは1983年にファーラップを、 扱った映画が制作され、大ヒットを記録した。また、ファーラップ、フェアウェルツーユーという歌も作られた。1989年には、フレミントン競馬場に銅像が建てられた。アメリカの競馬場法師、ブラッドホースは1999年に、北米の名馬を格付けした、20世紀のアメリカ名馬、100選という表彰企画を市場で行っているが、ファーラップは、 北米での戦績がほとんどなかったにもかかわらず22位に選出された。2000年にオーストラリア競馬名誉の伝道が創設されると初年度の伝道選定馬の一頭としてファーラップが選ばれた。また2006年に創設されたニュージーランド競馬名誉の伝道においても初年度の伝道選定で選ばれている。ニュージーランドの名品サンラインはファーラップの全アネフォーチューン。 エスホイールの子孫である。ありがとうございます。